宇佐美ひとしは、日本の財界人。境内から、三菱銀行に入社し、同行討取、り、全国銀行協会会長を経て、第21代日本銀行総裁。母吉野の実刑は、三井財閥の大番頭、日銀総裁や、大倉大臣を歴任した、池田茂明で、母の妹の夫は、三菱銀行元当取の加藤武雄である。弟の宇佐美竹氏は、 元区内庁長官。妻、被災は、元日本製粉社長中村富士一の参女。十枚の瓶は、三菱財閥の創業者、岩崎八太郎の孫にあたる元三菱製紙会長、岩崎隆也に突いでおり、三菱不走トラックバスの前会長、宇佐美隆氏は人志及び、武氏の老いにあたる。宇佐美家は、 三菱財閥の創業者一族、岩崎家や三菱と縁の深い加藤家と隕石関係にある。1901年2月5日、東京市芝三田尾山町に生まれる。市ヶ谷小学校に入学して1年後、父、宇佐美勝男が、富山県知事になったため一家は、富山に越し、2年間だけ過ごした。小学校5年の春、父の韓国東韓府勤務により、 京城に移った。京城中学校を経てに、慶応義塾大学経済学部を卒業。当時三井銀行の常務をしていた池田重明王子より、三菱銀行を進められ、三菱銀行の常務をしていた加藤武王子に開拓されて入校した。1928年上海支店、1932年ニューヨーク支店勤務。 1954年常務取締役、1959年副東取、1961年11月に東取となる。また、全国銀行協会会長としても、業界を代表して活躍した。佐橋茂をはじめとする通商産業省が制定を目指した、特定産業振興臨時措置法案をめぐり、通産省と対立し、 同法案を流産させたがこれにより一段と宇佐美の聖望は高まった。1964年、池田隼人首相は病気のため退陣するが、後継首相となった佐藤栄作に、次期日銀総裁を宇佐美にするように申し送った。佐藤は、田中角栄、大倉大臣を通して、宇佐美に日銀総裁に就任するように要請し、宇佐美は受諾した。 こうして、日銀のプリンスと称された、佐々木忠を押しのけた形で、戦後初めての民間銀行出身の総裁が誕生するが、不況の折で、とりわけ証券業界の落ち込みは激しく、皇帝部合を3度にわたって引き下げるなど、金融政策の舵取りを取った。日銀総裁に就任した宇佐美は、民間出身として日銀に新風を吹き込み、 法王朝とまで呼ばれた日銀を開かれたものにしようと努力した。とりわけ金融界産業界とのパイプ役として評価を高めた。また、インフレ対策にも傍殺された。1969年人気満了に伴い退任。その後金融制度調査会長などを務めた。1971年叙勲一等受随報省。 1983年2月19日死去。82歳没。の十三位。玉物もの銀杯一組。ありがとうございます。